2K ニュースです。新潟の向こうを投げる奇祭。新潟県十日町市松の山温泉で江戸時代から伝わる小正月行事向こう投げ墨塗りが今月15日松の山温泉街の薬師堂で行われました。向こう投げとは初向こうを松の山温泉にある薬師堂の5メートルほどある崖の上から豪快に投げ落とす行事ですが、祝福の意味の他にも嫁を取られた腹いせに向こうを投げるという意味が込められています。この日は1年に1回の伝統ある奇祭を一目見ようとアマチュアカメラマンなどの見物客が多く詰めかけていました。昨年は一組のみの参加でしたが、今年は3組の参加がありました。腹いせに投げる風習でございます。この松の山から取られた娘をですね、大事にしないとこっち見るぞと。はい、行きます。せーの、1、2、6、3。3組とも勢いよく投げられ、雪の上を回転しながら下まで降りていきました。新潟県内では奇祭として知られており、以前は芸能人が来たりテレビの全国放送のバラエティ番組でも放送されたといいます。その後に行われた墨塗りでは、祭の神という神事の灰と雪を混ぜたものを互いの顔に塗り合い、参加者たちは皆顔を真っ黒にして無病息災を願っていました。 2K ニュースでした。はい、どうもおめでとうございます。ありがとうございます。